影六は中国秋夜の五行の人で火星年間から万歴年間を生き、74歳で亡くなった円良本が表した書籍。前書の一種であり、良本四君とも呼ばれる。自己の宿命感を乗り越えて自分から運命を創造してゆくことを悟った体験を書き記した書き物である。影という語は諸教後半編にある大騎士を抱負、すなわち言いて、 曰く、ああ、騎士、これ天、影に、下見を埋め、その教、総教すという言葉に由来している。著者、遠慮本は、代々学者の家に生まれ、幼名を、学会と言い、将来の道に進もうと考えていた。ある時穴という不思議な老人が家を訪れ、学会少年の将来の職業や寿命などを予言する。そして予言の通りか教を志す。 その更新の上に起こったことがことごとくアナロージンの言う通りになっていたので、学会は徹底した宿命論者となっていた。役人になった後に、生霞さん中に以前から教えをこいたいと思っていた、雲国善く禅寺を訪ねる。雲国善く禅寺に、これまで人生の話をすると、アナロージンの宿命論のままに生きようとする学会の姿勢を大馬鹿者と知ったし、人は、 自らの力で立命できると語る。彼は、禅師の話に強く感動し、その教えに従い、特性を見つる広し、禅師を立候し、多くの陰徳を積んだ。すると、アナロー人の予言は、だんだんと当たらなくなっていった。寿命は53歳で死ぬと言われていたが、74歳まで生き、子に恵まれないと予言されていたが、数子典型を設けることができた。 学会は、両本と名を改め、大きくなった息子に、自分の人生を語り聞かす。ありがとうございます。